皆さんこんにちは。弁護士の中川非常識です。このコーナーではメインランドチャイナ、香港、台湾の法律を専門の弁護士が解説します。今回のテーマは中国の個人情報保護と越境移転です。それでは少し自己紹介させていただきます。私は中国法務を二十数年携わっておりまして、北京にも10年ほど駐在しておりました。最近は経済安全保障に関わる仕事も行っております。皆さん、中国の個人情報保護法というとどういうイメージがありますでしょうか？あまり我が社に関係ないとか、そういうふうに感じておられますでしょうか？いえいえ、中国に現地法人がある限りは、ほとんどの日本企業には直接的な影響があります。というのも、中国の従業員の情報ですと、まあ全員ではなくても、一部はですね、名前とか連絡先、こういったものを本社は分かっておられますですよね。それは個人情報を中国から入手しているということになります。これは中国の個人情報の適用があるということになります。それではそもそも中国政府としてはどんなことを考えているんでしょうか。世界においてはデータ覇権の争いというのがあります。人の流れをつかんで人気の商業地を把握する。もしくは個人の位置情報を特定して渋滞情報を作る。こういったものはビジネスにも重要ですし、国の安全保障にも重要です。一方で中国の個人にとって個人情報にそれほど敏感かというと、そうでもありません。例えば、タイ政府との関係では、街で歩いていても、自然と顔認識を勝手にされるようなカメラが設置されたりしております。位置情報を把握されているとか、日本だと勝手にはこれなかなか許されない問題ですね。中国は個人情報保護法によって、大切な中国個人の、個人情報を外に出すときに野放しにしない、中国の大切なデータを保護するということを考えています。では、越境移転とは何なのか。別概念として、域外適用という言葉もあります。この二つは非常に混同しやすいです。まず、越境移転です。中国の子会社がその従業員の情報を親会社に提供する場合、これは越境移転に当たります。この場合、個人情報の取扱い者というのは現地法人になります。一方で、日本のホテルがインバウンド事業で中国の本土の個人から予約を受け付けているような場合、このような場合には、中国国内には中国の企業、中国の個人情報の取扱い者というのは介在しません。直接取りに行きます。これが域外適用です。この違いによって規制は結構変わります。たくさんありますが、今回のテーマの標準契約というのは越境移転の場面のことです。では、越境移転を合法的に行うためにはどうすればいいのでしょうか。これには3つの方法があります。まず1つは、専門機関による個人情報保護認証を行うことです。この方法は、欧州の GDPR にも存在するので、ご存知の方もおられると思います。ただ、中国においては、現時点ではまだ認証の実績はございません。その2ですが、越境移転の安全評価という方法です。これは、大量の個人情報を移転する場合に適用されます。3番目としては、個人情報の、標準契約による移転の方法です。これは中国の個人情報取扱い者と本土外の情報事業者との間で契約を締結して当局に届けているという方法です。では2番目に申し上げた安全評価とはどんなことでしょうか。需要情報のインフラの運営者、個人情報取扱量が当局によって定められる数量に達する個人情報の取扱い者による移転について当局が安全評価をするというシステムです。こちらの記載の、例えば100万人ですとか、10万人ですとか、そういった基準を満たす場合に必要となります。この制度は GDPR ではなくって、中国独特の制度です。また、少し混同しやすいのですが、次回解説する個人情報保護影響評価、この概念とは全くの別物です。この安全評価というのは当局が評価するもので、個人情報影響評価というのは、会社の方で独自に行うものです。この安全評価というのはもうすでに実績があります。数十社の会社が申請して合格が確認されているものもあります。最後に標準契約の締結の方法です。いろいろ to do がありますが、まずは個人情報保護影響評価を行うこと。その2として標準契約書を締結すること。3番目として当局に影響評価報告書と標準契約を届け出することが必要となります。次回はさらに深掘りをしていきたいと思います。